はい、皆さんどうも、コメミンです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックス通知からやりたいと思います。では、ピーチ城の、ピーチ城、行きましょう。乗っ取られたピーチ城。マグマが上がってくるのか、ここは。どういうことだ？上がってくるね。ああ、ジャイロかよ、また。勘弁してくれよ。わあ、これコイン。とか、クリボーとか、敵とかアイテム乗せないようにね。しないとってことだね。一個でも何か乗せちゃうと、止まっちゃうよってことね。厄介だなぁ。危ない危ない。ジャイロは苦手なんだよね。またコインも。って感じで。アイスフラワーが乗ってもボムヘー！わ、コインまで降ってくる。やめて、なんでコイン降ってくるの？敵なの？コインは。Pスイッチが押せないね。これはダメだね。どうしようというんだ、これは。なんだと？電気の隙を見ろと。これまたジャイロだから難しいよ。しかもまたボム兵。コインまで降ってくる。ほらー、やめてくれー。ひょうひょう。どう？待って、ちょっと。あ、ダメだ。これはまた困ったもんだね。よしよし、終わったか。はあ、きつい。厳しいね、やっぱり最後の方は。で、これでまだ続くよね。クッパ倒してないし。どこに、どこ、あ、この扉開くんだね、多分。あえて、上に行く。あれ、ピーチ姫いない。ドア閉まってる。セーブします。はい、ということで今回はここで終了です。次回最後かな。次回最後っぽいですね。決戦って書いてありますし。次回も頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。